ゲスト解説には加納健太選手をお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, お願いします。ようやく先ほど、ね、勝てましたけども、どうですか、はい、ここまでやってみて。やっぱり試合と一緒で流れがあるなっていうのは、はい、先行なるほど、ね、先行した方がいいかな。はい、さあそれでは第18試合です。早瀬選手対石川直弘選手、早瀬選手のキックオフで、それではスタート。どうですかこの2人の顔合わせは。もう対戦 は, そうです、ね、は石川選手まだしてないか。はい、早瀬さんやっぱ手数が多い分、こう足を出しづらい。はい、もう足出すどうだ。あと直さんのこの綺麗ですね。はい、一歩が早いですね。石川直弘選手はどうですか、この現役時代対戦したイメージとか。あ、もうやっぱり槍のごとくこう仕掛けてくる、この一瞬の速さが健在ですね。今もやっぱり狩野選手からするとこの6メートルかける8メートルってサイズはどうですか。そうですね、まあスペースがない分、こうディフェンスも重要になってきますし、こうやってやっぱり手数を多く、いやこれ夏メイクされたら悔しいですからね。この現役時代と現役時代、ね、この持ち方、このサイドラインを背負ってね、はい、嬉しいです。久しぶりに背負ってこの縦に仕掛ける感じこの持ち方懐かしい。これ確か嬉しいですね。嬉しいですね。はい、さあどうだ、赤いラインを越えてからとなります。試合とはどういう扱いになってますよ。おっと、すごいですね。このなんか独特な間合いがあるので、足を出したくなるんですけど、出すとからナツメグ、どうだ、ここも一気のスピードアップ取り返した。おお、 あとどうですか、このフットサル用のボールっていうのは感覚はどうですか。はい、そう、ちょっと多分試合の時よりも小さいので、まあでもドリブルに関してはそこまであれだと思いますけど、そんなにやりにくさはない。そうですね。あ、そうですか。はい、夏めぐ見たいですね。見たいですね。はい、おっと。抜いたけどもその後触るのが結構大変ですよね。うん、やっぱり。まあ、おーっと来た。おお、うん。やっぱり。おーっと来た。おお。一発体を入れました。ちょっと今顔が真剣になりましたね。なおさんの。そう。いいよいいよ。久しぶりに見たその顔。やっぱりオープニングでみんなあんなこと言ってましたけど、始まってしまうとやっぱり。始まってしまえばですよね。さあどうだ。残り時間が少なくなってしまきました。手元の時計では2分45秒経過。さあ決めるか。わーっと決めに行ったシュートでしたが右のからも外れました。さあ行くか、どうか、さあ行くか、どうか、さあ行くか、どうか、そしてここでタイムアップのホイッスル。見事最後は1週間前には苦しんだインサイドキックで正確に右のカラムに当てました早瀬選手の勝利。お二方に拍手。いやー、1対0、最後は劇的なシュートで早瀬選手がこの試合勝利を収めました。